こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。河野防衛大臣が精力的に視察を繰り返している。この状況下で防衛大臣が現場を知ることは最も大切なことだと感じている歴代の防衛大臣もまた視察を繰り返している。なんといっても気にかかるのが F3 戦闘機開発だろう。すでに出来上がっている X に新進を想像するのは誰でも。また同じだろう、私もあの新進を少し改良した完成が見えている。だが実際のところどんな機体になるのか想像するだけになる。そんな中、日本にもすごい機体はあるし、米国にもあり、日米でのステルス戦闘機は F-35 戦闘機となっている。世界を見ると、第5世代戦闘機の開発段階は終了。導入されている状況だ。中ロどちらにしてもステルス戦闘機を所有している。中国の強気な姿勢。その真意が少しわかる話をしていくとしよう。2010年前後からその存在が報じられ始め、公式には2016年11月の航空ショーで披露された中国国産のステルス戦闘機が 1000-20J20 の名で一躍世界に知られることになった機体である。この J20 はロシアの SU-55 やアメリカの F-22 ラプター、F-35 ライトニング2に並ぶ第5世代戦闘機と召されている。双発エンジンとステルス性能等を備えた中国空軍の新戦力だ。中国は自国産のステルス戦闘機であるこの J-20 の配備を進めており、すでにこれを開発したノウハウを踏まえて、さらに次の第6世代機となる。戦闘機開発にも、強い意欲を見せているように見える。J20 開発の実績ゆえか一部中国メディアからは、イギリスの第6世代戦闘機テンペスト計画への日本の参加の可能性に言及すると同時に、それを脅威とみなさないといった見解も見受けられる。そこでは、第6世代戦闘機の要件として AI による完全自律率飛行を行える無人戦闘機となることが示唆されており、その意味でテンペスト計画は第6世代戦闘機足りえないと判断しているようだ。しかし、第6世代戦闘機という括りそのものがいわば語付けの分類であることや、テンペスト計画で実現される戦闘機がいかなるものとなるのか、不透明な中で、これはいささか勇み足な指摘とも言えよう。ただ、むしろ、日本側の立場からしてみれば、そうした指摘に中国自体があぐらを、書いていてくれていた方が、加速度的に軍備の近代化を推し進める彼の国に油断と慢心を、誘う好都合な言説とも言えそうだ。さて、J20 戦闘機であるが、同機は主翼にデルタ翼を採用し、機体前方にはカナード翼と呼称されている小さな補助翼のある特徴的な外観を持つ大型の双発戦闘機となっている。機体と一体となったような主翼のデルタ翼のデザインテイストは、どちらかといえば、アメリカの戦闘機よりもヨーロッパの戦闘機への類似性を感じさせるものと言えるかもしれない。さらに、J20 戦闘機のステルス性と機動力を高める上で根幹となる機関部には、もともと
ロシア製の第4世代戦闘機に搭載されていたエンジンを国産化して流用しており、いずれは最新型に換装するとめされている。このため、現時点での飛行速度や機動性については、特に高速度でのクルーズ能力に難があると見られており、アメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2に対しての優位性には、疑問の声も聞かれる。また、前述のカナード翼は、ステルス性能という観点からは当然マイナスの作用を生じさせると思われ、前方より受けるレーダー照射により捉えられやすくなるリスクを内包していると考えられる。このリスクを追って、マデ J20 戦闘機を投入したということは、中国空軍の思考としては、多少のステルス性向上よりも同機を実戦配備する方が重要だと考えている少佐なのかもしれない。アメリカ空軍の高官もこれを裏付けるかのように J20 戦闘機のステルス性能について問われた際に、アメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2に比べるべくもないとコメントしたケースも見られ、また、2018年には、インド空軍の SU-30 戦闘機のレーダーが訓練飛行中の J20 戦闘機を捕捉したと発表するも、中国のメディアはこれに対して訓練飛行そのものを実施していないと否定してみせた。ただし、この件については中国軍内の広報誌において、J20 戦闘機がインドの指摘したチベット地区での離着陸の訓練を予定していたことが明らかになっており、インド側の主張に部がありそうだ。とはいえ、アメリカ軍でも F-22 ラプターや F-35 ライトニング2を使用した訓練時には、あえてレーダーを反射させる装置を施して安全確保を行っているため、中国空軍も同様の対応をしている可能性はあろう。あくまで予想の域を出ないが、J20 戦闘機の1機あたりの調達価格は約125億円程度とも目されており、順調に受注が増加し、1機あたりが約100億円を切ったと言われる。F-35 ライトニングによりも高額とも言われている。2018年9月のレコードチャイナ紙によれば、J-20 戦闘機の量産のペースは年間約40機前後とも伝えられているが、現時点でこの量産体制が実態に即したものとなっているのかは依然不明だ。2020年2月においても J-20 戦闘機の実戦配備数は24機ほどに止まっていると見られており、新型コロナウイルスの対策に追われつつも2030年までの目標である300機の生産に向け躍起になっているとも噂されている。折しも新型コロナウイルスの中心地である武漢市には、中国の軍需産業の中核でもある国防科技大学や武明船舶重工集団などが存在しており、これ以上の目標遅延を憂慮した政府から再開が命じられた模様だ。いかにも独裁国家の中国らしい政治判断だが、果たしてJ20 戦闘機の量産が軌道に乗るか否か、その答えは開発中の新型エンジンの完成にかかっているとも言えそうだ。